日本福岡県北九州市小倉北区、三萩の三萩野は、福岡県北九州市小倉北区の地名及び、地域名で、交差点及びバス停留場の名称でもある。小倉北区のほぼ中央部に位置し、町名として、三萩の一丁目から三丁目まである。また、三萩の交差点を中心に、河原口、昭和町、吉野町、黄金、白銀、 肩野ノの各一部を含む地域の総称である。現在の外区を発足させた際に、現在は地域を取り囲む、サブローマル、ハギザキ町、片野ノの各一部から各町名から一時ずつ取って、ミハギノの町名が成立した。ミハギノ交差点は、国道3号、国道10号の交点に位置し、付近には、北九州モノレールの河原口ミハギノ駅がある。 三萩木の交差点のすぐ南を北九州高速4号線の高架が横切り、その上を北九州モノレールが越える形になっているため、そこが北九州モノレールの最高地点になっている。ただし、三萩木の街は交差点の東側に位置する。三丁目には北九州市民球場、北九州メディアドーム、三萩木の公園がある。なお、二丁目には三輪木のバッティングセンターがあり。 世界最速レベルの打席があることで有名である。十キ2 3 0トルの打席には、日本全国はもとより、海外からも体験しに訪れるほどであり、現役引退後の元プロ野球選手である、新庄強しや元木大輔また、現役選手でも松田信弘などが体験した。また、元福岡大英ホークスの数山本による野球教室が開催されている。 三萩のバス停には、小倉南区、戸畑区、八幡東区に向かう多くの一般路線バスのほか、中高の高速バスが停車。河原口三萩の駅と合わせ、乗り換え地点して機能している。2番から7番の6カ所に乗り場が分かれ、このうち4番から6番乗り場は隣接している。突起なき限りに私鉄バス北九州が運行。北九州高速4号線直下に、 乗り場がある。主に高速バスと小倉南区方面に向かう一般路線バスが発着する。高速バス一般路線バス、見張りのバス停の中で最も南に位置している。片の方面から来て小倉駅や青葉車湖方面に向かう一般路線バスが発着する。また、到着した高速バスの降車場所としても使用される。国道3号上に乗り場がある。 星ヶ丘5丁目行きの快速バスが発着する。国道3号上に乗り場がある。主に八幡東区方面に向かう一般路線バスが発着する。国道3号上に乗り場がある。戸畑区方面に向かう一般路線バスが発着する。河原口三萩の駅直下に乗り場がある。木船町や北九州市民球場方面から来て小倉駅方面に向かう。 一般路線バスが発着する。ありがとうございます。